スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では FX バイナルオプションの、確定申告の際の、私が提出した書類などについてお話していきたいと思います。で、この撮影日にですね、個人口座での取引分の確定申告に行ってきました。はい。ただですね、例えば、他の所得がある場合、土地を売ったとかね、そういう方とか、無職、年金生活者、あるいは主婦の方などですね、それぞれおそらく提出書類は違ってくるかと思います。何が言いたいかと言いますとですね、国税庁のホームページとか、あるいは最寄りの税務署さんに、電話で何がいりますかということを、お聞きしてから行った方がいいです。私のこれあくまでも参考にご覧ください。で、まあ、いくつかね、注意点というか忘れがちなところがあるので、まあまあ参考にはなるかなと思って、はい、今回の動画を作成しました。で、持参したものなんですけども、はい、まあこれ2016年に行きましたので、昨年分ですね、2015年に取引したすべての FX バイナルオプション業者の期間損益報告書というものがダウンロードできます。はい、公式ホームページよりダウンロードして、で、自宅のプリンターで印刷して持っていきました。その、印刷したものはもうそのまま提出するので手元にはなくなります。手元からはなくなります。はい。で、次ですね。はい。昨年の、申告書等送付書ということで、これ何かと言いますとですね、私昨年も確定申告していますので、その時の、書類ですね。はい。それはまあ持っていった方がスムーズです。なぜかと言いますと何でしたっけ、なんか番号みたいなものがあるんですね。はい、それを持っていけばわかりますし、まあまあ流れなんかも思い出しやすいということで。で、次ですね、これ私、過去に忘れたことがあって、二度手間になってしまったのが、源泉徴収票ですね。はい、会社などから、年末調整が終わった後ぐらいですか、もらいますよね。年明けてからかな。はい、まあまあ、給料これだけ支払いましたと。そして、まあその中で保険とか、そういったものの控除がいくらでした。はい、これがいります。でですね、これ原本を提出するのでですね、もしも、コピーが欲しい場合は、自宅とかコンビニで、コピーを取ってから持って行った方がいいです。私も行ってから、ああ、しまったと思ったけど、でまあ、使う予定ないし、いいかということで、出しました。私の、前にいた女性の方は、ちょっと抜けていいですかと言って、コピーを取りに行かれてました。はい。ここちょっとまあ、大事な点かなと。あと、まあ、ボールペンですね。はい。まあ、そこにも置いてましたけども、一応自分のボールペンで。はい。で、持参したものに、これ使わなかったものなんですけども、印鑑、はい。一応持っていきましたけども、印鑑を押す場面は、私はありませんでした。そして、身分証明書の提出、ありませんでした。ただ、来年より必須とのことです。はい。こちらは多分コピーでもいけるかなと、免許証などの場合は。ただ、本人が、確定申告する場合で、これがまた代理で誰かっていうことになると話は変わってくると思いますんで、ご注意ください。そして、まあね、今年、噂のというか、まあ去年から、届いてると思いますけど、マイナンバー通知カード、はい、これ持っていきました。これ、重要です。不要でしたけども、来年、つまり2017年の確定申告時には必須になるようです。なので、番号がわかるようにですね、必須です。で、ちなみにですね、2016年からですね、FX の口座、取引口座を開設する際は、この、マイナンバーの個人番号のというのは必須になっています。はい。なので、どこに直したかわからないという方は、必ずわかる場所ね、に、大事なものなので直しておいてください。で、どれぐらいの時間かかったかなんですけども、水曜日行きました。これなぜかというと、月曜と金曜日は混みそうなので避けました。そして、今日ちょっと寒かったんで、まあ寒い日って人少ないだろうなと。で、もう受付待ちは、少なくて、中には結構人がいました。それでだいたい45分ぐらい。はい。私は過去に確定申告の経験があって、パソコンの入力ができます。はい。流れがちょっと上がってます。で、場所は東京都内ということで、まあ、これが地方なのかね、都市部なのかでも混み具合とかっていうのは変わってくるかと思います。まあ、これあくまでも、参考程度で、これですね、3月、半ば、ちょっと今年、ちょっと期限がわからないんですけども、期限間近になると大変混み合いますので、なるべく早く行かれた方がいいかと思います。これを例えば、2017年、2018年に、ご覧いただいている方もですね、もう始まってすぐぐらいに行かれた方がいいです。早く終わらせたいのであれば。
はい、ということでね、書類に関しては人によって変わってきますし、まあおそらく一般的なサラリーマンの場合ですと、私と同じだと思うんですけども、という動画でした。これ以外にも、週末には週末恒例、来週の戦略、そして FX バイナルオプションシステムトレードなど投資に関する情報をいろいろ配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。私のブログはこちら2つありますので、こちら2つの検索キーワード、もしくはこの動画の解説欄、説明欄に掲載されております URL よりご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。